お願いします。 はーい。 ありがとうございます。 コースは初めて。 はい。 あ、わかりました。 これで外観検査が終わりました。その後ラインに入ります。ここからはですね、撮影禁止なので、ここで一度カメラ撮れます。で、また入ってたら、また動画の方をご覧ください。はい、これで検査が終わりました。無事ですね、合格印の方をいただきましたので、4番の窓口の方に、怖い。検査一応合格。あ、よかったね。じゃあどっか行かなくていいってこと？そうそうそう。うん、出て OK だった。じゃあ、4番の窓口。これで新しい車検証が来ました。そしてあと、はい、この、うん、車検証のシールも来ましたの、できましたので、これで車検が終了となります。かかった費用は、全部で 38,550円です。いろいろなんか自賠責の改定とかいろいろあったので、ちょっと最初の予算の最初に電卓で弾いた数字で言うとちょっと若干違いましたけど、
あの総費用が3万8550円で車検終了いたしましたので、ご報告したいと思います。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。